のかな。先生のために用意した紅茶、冷める前に召し上がっていただけるといいのですが。ほら、怖がらなくていいんだぞ、ネズスケ。チーズ味の飲み物はないのか？修行の一環として先生をお食事にお誘いしてみようかしら。楓ちゃん、どこかで先生にご迷惑をかけてたりしないといいのですが。